J リーグ18年目のシーズン、悲願の初優勝をはっきりと視界に捉えているグランパス。今日は複数の主力選手を怪我で欠き、まさにチーム力が問われるゲームです。対するは逆転優勝にかすかな望みをつないでいる4位のセレッソ。奇跡を起こすためにはどうしても勝ち点3が欲しい首位との直接対決です。2010Jリーグディビジョン1第28節、名古屋グランパス対セレッソ大阪の一戦を愛知県のトヨタスタジアムからお送りしてまいります。このゲームを含めて J1 は残りわずかに7試合となりました。現在の気象状況です。天候が曇り、気温が 15.9 度、湿度 78%。 そして台風14号ですが、11時現在八丈島の西南西240キロ沖ということで、雨のピークは過ぎたという情報です。放送の解説は元名古屋グランパス、現在愛知東邦大学サッカー部監督の藤川久隆さんです。藤川さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介します。まずはホームの名古屋グランパス、ゴールキーパーは奈良崎、ディフェンスは4バック、右から田中ハイマ、今日はトゥーリオがいません。千代丹田がスタメンです。5月5日以来3度目の先発出場になります。そして増川、左サイドに阿部、中盤の底にダニルソン、その前に中村直とマギヌン、そして3トップ、今日は金崎も怪我で欠場、右に小川、左に玉田、そしてセンターフォワードはケネディです。4-3-3 というシステムを敷いています。サブのメンバーはご覧の通りとなっています。トゥーリオ、そして金崎、さらには吉村と、主力がいない名古屋グランパス。今日はその中で4位のセレッソを相手にどんなゲームを見せてくれるんでしょうか。さあ、続いてセレッソ大阪のスタメンです。ゴールキーパーは松井、そしてディフェンス4バック、右から高橋、モニは上本、丸橋、中盤はこちらを10番のマルチネスが警告の累積で今日は出場停止、代わってボランチのポジションには羽田が入っています。羽田とアマラウ、そしてセレッソ大阪の特徴、ワントップスリーシャドウという形、ワントップにアドリアーノ、そして乾、家永、清武というスリーシャドウ。サブのメンバーはご覧の通りとなっています。長い時間試合を経験していない分、自分の中で不安を感じる部分があるのでね、はい、そういうところが今日の課題だと思いますね、はい、赤のユニフォーム名古屋グランパス、今日は白のユニフォームセレッソ大阪です。今シーズンは、共に連勝は4連勝というのがあります。セレッソ大阪の場合は、8月絶好調だったんですけれども、このところちょっとブレーキがかかっています、はい、ただし両チームともに連敗がないと、これは立派ですよね。本当に、そういうチームがね、やはり最後は上位争いをしてきますんでね、はい、今日の審判団です。主審が東条実さん、副審が凪俊之さん、唐上聡さん、そして第4の審判は武田昭弘さん、この4人の審判がこのゲームをコントロールします。今ゲームが始まりました。 2010J リーグディビジョン1の第28節、名古屋グランパス対セレッソ大阪の一戦です。ホームの名古屋グランパスが赤のユニフォーム、前半は向かって右から左に攻めていくのが名古屋グランパス、一方白のユニフォーム、アウェーのセレッソ大阪、前半は左から右に攻めていきます。シュートを打つ形が名古屋の特徴ですよね、はい、セレッソの方はね、はい、3人のシャドウの選手が、ね、自由にボールを、はい、そうですね、動かしながら中に入ってくる。さあ、ここはアドリアーノ、持ち替えて左足シュートを打つ、マスカーに当たる、左足を思い切って振り抜いていきました。今のがオープニングシュートでしょうか。アドリアーノ、ここは無理はしません。玉田、トラップしてシュートを打つ、左足、今のが名古屋グランパスの最初のシュートです。前半の7分から8分、こちら金崎です。金崎は左の足、太ももの裏を痛めました。全治およそ3週間ぐらいじゃないかという話です。マギヌンが入れてきて、合わせる選手がいません。玉田の前に出ましたが、もう守備面でも今シーズンの失点が25、鹿島アントラーズの24に続いて失点は2番目に少ない数字です。
1試合に1点取られていないという数字上のセレッソ大阪。さあ小川絞ってきて日帰りし打っていきました。ゴールキーパーは松井です。今日は雨の影響で少しピッチの濡れているかもしれません。アドリアの強さを見せて家永サイドに流れています。家永突破して左足クロスか。逆サイドから乾が走り込んでいました。とにかくポジティブに、もう目の前の試合に集中ということになりますね。そうですね、次の鹿島戦もありますが、また接触プレーがあって、ストイコビッチ監督が前に出てきました。今のはちょっと、ケネディにとっては厳しいですよね。ファウルになってもおかしくないような競り方だと思うんですけどね、はい、来シーズンも名古屋グランパスの指揮を取ることが決まったストイコビッチ監督。また接触プレーがありました。この時間はこういった接触プレーでそのプレーが一時止まるというシーンが増えています。ナイスキーパーでした。いや今うまく当てたんですが、そうですね、さん今うまかったですね。よく反応しましたね。しかしボールも良かったですね、バックヘッドという形で千代丹田、バックヘッドですからおそらくこう藤川さん、おそらくあのボールあれ枠は捉えていたんじゃないでしょうかね。きちんと枠飛んでましたね。そうですか、あの枠を捉えたあのバックヘッド、難しいプレー。あさあここはアドリアのボールを持って中に清武さあ抜けるか、中足を出した。最後のところでマスカは足を出しました。まだあるか、左サイドからさあ丸橋のクロスボール、乾トラップして抜けてシュートを打ってファーサイドへ。コントロールするような、100% の力ではなくてコントロールするような今のシュート、乾。ゴール前ではこのスリーショット、トゥーリオです、右の太ももの裏ハムストリングを痛めて全治2週間というトゥーリオ。さあケネディから中村、そして左サイドの阿部、縦に出してケネディ、またぎながらクロスボールが入る。松井一度手前に落としてその後キャッチしています。リーチも長いんで嫌、はい、だと思いますね、さあこれは抜けます。さあ抜けます。アドリアードが逆サイドで呼んでいる。犬まだ持っている。サイドネット、乾が倒れています。左肩を今強打しました。いますんで、はい、さあ玉田がうまい切り返しからもう一度トリッキーなプレーを見せて中村、そして左サイドへ。このボールはつながりませんでした。ただここからすぐに守備に行く名古屋なんです。はい、また奪ってノーファールです。この奪われた後が早い名古屋ですね。クロスボールが入ってくる。ケネディ倒れている。これは PK です。足がかかってケネディが倒れました。主審の東条さんに詰め寄るセレッソ。太陽に当たって少しコースが変わって上本ですか。キッカーはケネディ、倒されて自らそのボールを蹴ります。決めました。前半の28分、名古屋グランパスケネディの PK で先制しました。さあゲームが動きました。してますね、PK は取れないですよね、はい、やはりね、今こうやって点取ってるっていうね、はい、そういう自信なんですよね。風もない中で行われています。さあフリーキックは小川が蹴ります。
巻いてきて弾いている、鋭いボール、後ろからシュートを中村、このセカンドボール名古屋が拾って、後ろから小川、クロスボールは厳しい体勢からのクロスでしたので今はゴール前に上げることができませんでした。名古屋グランパスが1点を先制しています。家永、体の強さを見せてシュートを打つ、得意の左足、切るボールは落ち着いてますよね。さあ、ここがダニエルソン、強烈な左足もあります、その左足、前節はあのフリーキック30メートルぐらいありましたかね、はい、強烈な左足を決めたダニエルソンです。ね、チームメイトのマギヌンがね、思わずね、避けましたもんね、はい、ですよね。とにかく早くシンプルに前線に預けたい、はい、丸橋一人かわす、クロスが入ってきそうだ、ファーサイド、逆サイドから高橋、角度はありません、シュート、弾きました、楢崎、ナイス戦です。いや、角度のないところから思い切って打っていた高橋です、はい、それほど角度はない、まあ、コースも何か接触プレーあったでしょうか。先ほどのプレーでゴール前で倒れてました。阿部のクロスボールにケネディ、その前必死でモニアのクリア、ダニエルソンから右サイド、フリーで田中ハイマ、丸橋がつきます、それを見れば一旦下げていく名古屋グランパス、ダニソン、さあ前を向いてエリアに入って、まだボールを持っている、クロスボールはクリアしました。ケネディの PK で1点を先制しています。前を向いてダニエルソンがすぐさま守備に行きます。粘り強い守備でボールを奪います。強いですね、ダニエルソンをしっかり奪ってマイボールにしました。あそこで速い攻撃を見せたい、そうなんですよ ね、 すよね、逆に言ったらセレッソがね、そういうところなんですよね、分かってますんで、うん、ただそれはパスというのはね、出してだけの問題じゃなくて、受け手との関係性もありますから、はい、これはシンプルに出ました、イヌイ、まだボールを持って、さあ清武、清武、角度のない方向にドリブルしていきます。そして中野、フリーで家永、家永の左足シュート、ディフェンスに当たる、このボールをクリアします。ラインの押し上げの時に積極的に行ってもいいかなという思いがあるんですけどね、はい、うん、ただし前半ゼロで行くとこう精神的にも大きいでしょうね。ベースで点も取るんじゃないかというふうにコメントしていました、うん、余裕ですね、トゥーリオ選手はね、27分のケネディの PK で1点をリードしています。小川が中に入ってくる、落としてマギドゥン、西セリアから打ってきた、さあアディショナルタイムは2分、ほとんどその2分残り時間はなくなってきました。1点をリードしている名古屋グランパスは無理はせずにボールを回します。そしてここで前半終了のホイッスルです。前半の27分、エリア内で倒されたケネディが PK を取りまして、その PK を自ら決めて名古屋グランパスが1点をリードして折り返すことになりました。立ち上がりはセレッソ大阪もいい形があったんですが、その後あの前線での名古屋グランパスの守備の前に苦しみました。